とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー、周回していきましょう。今ね、だいたい1日に5、6周ぐらいやってます。これがね、テンペストゴーレムが出なかったら、10周ぐらいしてもいいかなと思うんだけども、どうしてもあいつがいるとね、やる気が出ないんだよね。時間がかかる、倒すのに。はい。ということで、今日も5週、そして明日も、5、6週やっていきたいと思います。では、何が出てくるでしょうか？行きましょう！最初の1回目、良くない。衛兵はね、これ結構便利なので、持ってるんだけどね。でもまあ、263は別に必要はありません。何に使うかっていうと、あれだね。矢だね。矢を無限増殖するときに使ってます。これクールダウンが1個ついてるので、で、それに黄金もクールダウンで、エンチャントも全部クールダウン。うん。で、それで、複製の書を使ってやると結構効率的に、うん、速攻で矢を集めれるので、重宝してます。まあ、うん、実用性はないけどね。はい。次行きましょう。どうだ？お！珍しいけども、これ弱かったよね。なんだったっけ？なんとかトゥース？スイートトゥース？なんかそんな名前だったような気がする。あ、スイートトゥースだ。あ、でもまあまあまあ、この、ジュン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 っていう音はかっこいいけども、性能いまいち、毒酸か。いりませんね。トルバ！お、下がついてない。黄金いいのがついてる可能性がある。いや、でも、防護の気がする。防護じゃない？当たった！防護だ！やっぱりね、なんか防護って出やすいんだよね。いやー、悪くはないのよね、防護も。15% 軽減してくれるんでね。いいんだけども、いやー、違う。はい、次行きまーす。3回目かな。行きましょう。あ、重力はもう持ってます。いりません。金メッキも、金メッキこそいらないんだよな。金メッキいらない。うん。デスバーターこれ150個必要なんで、ちょっと使えないんだよね。ピンクちょっと欲しい。ピンク欲しいよ。どう？あー、オーバーチャージじゃありませんね。はい。もうちょっと頑張ろう。次はどうだ？いや、物が良くない。虚無1か。使えなくはないよね、虚無1。リフレッシュ重力。で、一番左に、そうね。ま、クリティカルか追い打ちかな。それで使えなくはないけども、まあ、いらないでしょう。ヤギ。いらない。雪ももちろんいらない。なんか物が良くないぞ。次は頼みます。次行きましょう。ダメだ！全然良くない。爆発いらない。ストームランダーもいらない。ガントレットもいらない。いや、いかん。こういう時はね、一日置いた方がいいんだよ。今日はダメです。また頑張ります。本当にいいの出ないな、今日は。それでは、また頑張っていきましょう。シュガーラッシュイヨー、トゥットゥルトゥーって言ったね。うんうんうん。昨日なんか本当にね、いまいちな感じだったよな、確か。うん。今日は頼みます。シュガーラッシュ欲しい。どうだ？使えなくはない。うん。使えなくはないな。これピンクスコーンドレルだもんね。無限のクールダウンショット、バーストボーストリング。いやー、どうだろうな。まあ、悪くはない。悪くはないと思う。うん。花火が弱体化したからね。どうだろうな。スパイダーは、マルチロール3。プラウトはもう、ああ、でも、黄金がね、3つくよ、今日は。いい感じかもしんない。
まあ、とりあえず、シュガーラッシュ、無限3なので、これは取っとこう。うん。これは良さそうです。では、次行きまーす。どうでしょうか。あー、ファントム、ファントムだ。でも、ファントムは、あ、違う。これ、力の弓だっけ、ファントムは。あ、力の弓だ。でも、下にオーバーチャージがあるんだよな。よくなさそう。どう？重力か。どうなんだろうな。まあ、確かに足止めできるから、安全に倒すことはできそうだけど、いや、それよりも火力を持った方が良さそうだよね。でも、ファントムの弓出てきてくれて嬉しいな。なんか、うん。ほとんどのユニークをタワーで見た気がする、これで。いや、でも使わないですね。はい。次行きまーす。どうでしょうか。ビースティはもういらないね。虚無1。あー、使えるね。虚無、輝き、重力。で、真ん中に、ま、なんか、入れればいいよね。使える。でももう持ってるからいらない。ね、もちろんいりません。トゥルースシーカー。あー、うん、理想的なやつできるけど、もうすでに持ってるし、あんまり強くないのよね。これダメージが160万じゃなくって250万ぐらいあればいいかなと思うよね。んー、でも、攻撃力が低すぎる。次だな。はい。じゃあ残りあと3回いきます。3回頑張ろう。頼む！あ！ムチ！ツタノムチ！ツタノムチが、俺、黄金にね、リフレッシュがついてるやつしかないんだよね。まあ、普通に使うならすごいいいんだけど、羽ぴょんしながら、ボスを一発で倒すっていうのには、リフレッシュいらないんだよね。頼む。下にリフレッシュがついてるね。で、よくつきやすい旋風衝撃波も下にある。これは、いいかもしんない。なんだ！爆発はいらない！爆発はいらないよ。生きたツタ、あー、ダメだな。はい、あと2回。頑張りましょう。どうでしょうか。あー、ダメだ。ダメだ。シュルカーは、ソウルフォーカス2。いらんでしょう。これも4体以上に囲まれた時に 50% 減少なんだけども、その囲まれるっていうやつが結構範囲が狭いのよね。なんか画面上に4体以上いればとかそういうやつだったらいいんだけども、本当にね、自分に結構密着してるやつが4体以上いないと 50% 減少しないので使いにくいんだ。シュルカーの弾を出すっていうのはいいけどね。はい、ではラスト、なんかイベント装備ください、お願いします。ラスト、おお、来た！不気味なゴーディアンが、ウィザーだっけ？まあまあ、横から見てみよう。無謀1。いや、11で来てるなー。下は、いいのがないから、黄金にはつきやすい。頼む！ダメだ！あ、やっぱゴーディアンが、ウィザーだね。で、大釜がフルメタルか。なら、ゴーディアンの方が欲しいんだけども、防護1はいらない。最後が良くなかったね。物は良かったけど。はい。ということで、2日にわたってやりました。今回も、まあ、シュガーラッシュは、いい感じだったかな。うん。あれはちょっと作ってみようと思います。いやー、このゴーディアンが、そうねー。まあ、防護が良くない。まあ、またやっていきます。はい。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。